ただいま。ただいま。なんならさ、1日目とかでもさ、つけそう。確かに。初めて私たち同居します。同居します。トイレってどっちかな。トイレどこだよ。トイレだ。じゃあトイレこっち。じゃあトイレ。それでは、いただきます成人。いただきます成人。乾杯。成人。うめ。うまっ。待って、美味しい。いただきます。うまっ。うまっ。そうだね。まず最後の説明じゃない？うん。え、やばい音しようじゃん。ね。いらっしゃい。すいません。はい。ねぎま一丁。はい。いっぱいつけていいですか？あのね、そっちのね、ねぎまのやつ。違いますよ。これ私食べるんですよ。何が違うの？大きさです。これはちょっと。高級。とかってあるんですか？うん。ああ、見つけた？ここ。ごちそうさまでした。振りを教えてください。お願いします。はい。チュー、うん、お尻、バイ、お尻、バイ。はるかお風呂入ってきます。お風呂に入る前にメイクを落とします。いや、なんか、これで最後か。お風呂に入るの、ここのチェコハウスで。メイクを落としたのでお風呂に行ってきます。なんかさ、寂しくない？最後って思うと。なんか今日もう噛み締めながら過ごしてるもん、普通に。ね。ジャッキーでしよう。恒例の。せーの。お風呂のジャッキー、ジャッキーいっぱい！もう一回。お風呂だけだけば。ああ。マジマジ。ね。早っ。マジ？それ今からさ、いい感じに編集してますよみたいなことやろうとしたのにさ。意外と BGM も結構大事。いやマジですそれ。してたですよね。ちょっとおすすめの BGM サイトとかね。おすすめなんか教えてください。教えてください。お願いします。お願いします。じゃあ、まほ、お風呂入ってきます。まほの使ってるクレンジングが時間を経たせてなんか置いておくやつなので、このままお風呂入ってきたいと思います。待って、当てる。迷う。もしかして青？マジ？青にしたんだけど。青、白、グレーみたいな。はい。ただいまお風呂を出まして、パックをしております。最近はね、化粧水をコットンに垂らして、これで OK。はい、というわけで、今からお風呂入っていきます。私はね、まず化粧を落としています。まずはね、まつげ。そしたら、クレンジングで化粧を落としていきます。まずね、最近生活が不節制すぎて、化粧を落とさないで寝たりとか、何回もあったわけ。そしたらめっちゃ青にニキビ出ちゃって、なんか10代の頃はさ、なんとかなったんだけど、20代にもなるとね、本当に元に戻すのが大変で。クレンジングをまんべんなく顔につけたら、美顔器で化粧を落としていってます。あのね、振動で、化粧を毛穴から落としていくから、手よりもね、化粧落ちるの早いんだよね。鼻周りも、こう形がこういう形だから、めっちゃやりやすい。粗い仕上がりがね、全然違うの。手とやるより。クレンジングの時点で、その肌のキュッキュ感が出るの。それがめっちゃ嬉しい。洗顔やっていきます。洗顔も、顔にまんべんなくの泡をつけて、同じようにブラシで綺麗に落としていきます。そしたら、この赤色のイオン導出モードで、イオンの力でさらに毛穴の汚れ奥まで落としていきます。あとこの辺、うちここよくニキビできんのよ。同じ人いるかな。ここと顎がね、マジでやばい。しかも治りがね、年々遅くなってる。はい、洗い終わりました。肌のキュッキュ感とスベスベ感。マジで嬉しい。本当に嬉しい。はい、ということでお風呂上がりましたー。気持ちいい。スキンケアもプリージングサンを使ってやっていきます。今度はこの青色の方でイオン導入モードでパックのエキスがより毛穴に浸透しやすいように。で、あと足パック終わりました。最後に目元ケアをやってます。ブラシの裏の腹を使って目元の下マッサージ。OK、これでスキンケアは OK です。それでは24時になりましたので、就寝タイム。おやすみなさい。なんで一人の日おかしくない？おかしくない？え？おかしい！今回はこちらプリージングサンをご提供いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回ご提供いただいて使い始めたんですけど、めちゃめちゃ良くて。これ防水だからお風呂でももちろん使えるし、洗顔とクレンジングの上からでもこするだけで簡単に落ちるから楽だし、手でこうやって洗うより早い気がするの。やばい、気持ちいい。真ん中にね、電源ボタンがあるの。で、電源ボタンを長押しして、振動。プラスマイナスあるんだけど、振動する強さを変えられます。すごい。はい。化粧を落とすときに、クレンジング、まず顔全体につけて、こちらのブラシの方でこするだけで落ちます。すごい。1回のクレンジングじゃ落ちないときとかもあるじゃん。これはすぐ落ちるから、1回でも綺麗に落ちる。洗顔の場合は、洗顔フォームを顔全体につけて、振動するブラシ、こすって。毛穴の汚れを落としてから、まじここがすごいんですけど、毎回電源ボタンを1回押すと、この銀色の部分が赤色になります。なんで、どういう意味？これはイオン導出モードって言って、イオンが出てて、イオンの力で毛穴の汚れを落としてくれます。めっちゃすごいじゃん。そう、化粧水とかパックとかするじゃないですか。その時に、まず電源長押しつけて、電源ボタンを2回、1、2、5回押したら、青色になります。イオン導入モードって言って、化粧水パックした後に、こうやって優しくやると、毛穴の奥までイオンの力で、その化粧水パックの液を浸透してくれます。そしたらですね、目元のケアですね。持ってる美容液とかでもいいんですけど、目元の下に美容液垂らしたら、裏の部分ですね。ここの裏の部分で。裏使える？使える。待って、すごいね。やば。至れり尽くせり。すごい。で、これで、優しくこうやってこすったら、もうこれで完成です。スキンケア完成。こういう美容系のさ、アイドルってさ、でかいイメージだから、確かになんか持ち運びとか旅行とかでもすごい便利だし、気になってる値段の方なんですけども、これ14,800円です。おー。まあ、こんだけいい機能だった。そうね。ただ！今ならですね。はい。お得に買えちゃいますよ、奥様が。あらやだってことは、おいくらなの？こちら今ならですね、7,980円で買います。待って、だいぶ安いね。概要欄に貼っておりますので、ぜひ皆様気になった方はチェックしてみてください。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。シャゴハウス最後のナイトルーティーンだったんですけど、この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。そして SNS のフォローもお願いいたします。お願いします。ご提供ください、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、シャゴでした。バイバーイ。